はい、皆さんこんにちは、マクラレットです。バージョン 2.3 の武器情報ですが、今度こそ全て判明しましたので、これを見ていきたいと思います。またそれぞれのキャラクターがどのように強いか、どういう風におすすめかっていうのも一人ずつ解説していきますので、よければ見ていってください。まずキャラガチャの星4ピックアップ内容ですが、もうこのご覧の通り、ベネット、ノエル、ロサリアとなっていました。で、内容だけじゃなくてですね、注目したいのが星5キャラが2人復刻されるんですが、星4ピックアップ内容は同じということになりますね。星4の内容が違ったらどちらで天井調整するかみたいなのも考えられたんですが、まあ同じということですから、素直にね、引きたい星5の方を回せばいいと思います。そしてベネット来ましたね。まあベネット持ってない方、あるいは無凸の方はかなり狙い目になりますので、まあそれもね、後で説明します。武器ガチャの方も判明しまして、星5武器片手剣、倉庫なる自由への誓い、星5武器両手剣、勝因の響く頃、2つとも限定武器の復刻となりますね。星4弓、ダークアレイの狩人、星4片手、甲虫流銀、星4放棄、ダークアレイの酒と歌、星4長江、甲虫滅流、星4両手剣、祭礼体験となっています。それではまずピックアップされるキャラクターを個別に見ていきましょう。今回は星4から先に見ていきますが、まずはベネットです。いや、これは狙っていた方多いんじゃないでしょうか。久しぶりのピックアップとなります。ベネットといえば星4でありながら原神界でも最強と言ってもいいぐらいのサポーターとなります。初心者から上級者まで誰が使っても文句なしで強いというとんでもないキャラクターですね。その強さ、最大の理由はやはり元素爆発にありますが、なんと元素爆発範囲内のキャラクターを攻撃力プラス800とか簡単にできてしまいます。ベネット以外にも攻撃力を強化できるキャラというのは、まあ、何人かいるんですが、中でもベネットは圧倒的に手軽ですね。爆発を打つだけで仕事が終わります。しかもその爆発の上であれば大量に回復するというおまけまでついてくる。これがおまけですからね。もう強すぎます。とんでもない能力を持ってます。で、元素スキルも優秀でして、単押しの場合クールタイムがかなり短いので、粒子を作るっていう面で見ても強いです。さらにスキル単押しを繰り返すことで手数が多くなりますから、敵のアビスシールド、まあアビスバリアとかを割る上でも優秀ですね。次に凸の狙い目ですが、1凸だけで OK です。なんとベネットこんだけ強い、こんだけ優秀なのに1凸で完成してしまうというコスパの良さ、めちゃくちゃ安上がりなキャラですね。6凸も使い方次第では優秀なんですが、逆にデメリットもあります。物理アタッカーと組ませづらくなったりしますので、6凸する場合は、まあ、ちょっと慎重に考えてみてください。続いてノエルの解説ですが、基本的には防御系サポーターとなっています。元素スキルを使うことで、岩のシールドを貼れるだけではなく、シールド中に攻撃するとチーム全体を回復できますから、まあ、シールドと回復の両方を持っているキャラです。しかも昔、かなり昔なんですが、勝利シールドが強化される際にノエルシールドも、強化されまして、まあ、かなり優秀なシールド能力となっていますね。で、ノエルが面白いのは、爆発を使うと今度はアタッカーになれるっていうところですね。ただまあこれは貫突しないと、最大限強くは使えないんですが、爆発を使うことで攻撃範囲がめちゃくちゃ広がりますし、防御力が攻撃力に変換されるという能力があります。これによって高火力かつ広範囲の攻撃が可能で、殲滅力は岩では随一です。凸の狙い目は1凸と6凸です。1凸すると回復効果が 100% 発動するようになりますので、まあ、サポーターとして見るとここで完成しますね。ただアタッカーとして使いたい場合は6凸がめちゃくちゃ、強力な効果ついていますので、これを取ると覚醒しますね。まあ、アタッカーで使いたい方はぜひ狙ってみてください。続いてロサリアですが、唯一無二の会心率強化、会心率サポートを持っています。元素爆発を使うとチーム全員の会心率を最大 15% 上げることができますね。まあ、原神において会心率めちゃくちゃ大事ですから、これは優秀な強力な能力です。そして物理サポーター、物理アタッカーに適した能力を持っています。氷元素ですから超伝導反応を起こしやすいですし、貫突すれば、爆発を使うとね、敵の物理耐性マイナス 20% がつきますから、まあ、物理パであれば、優秀です。凸の狙い目は2凸と6凸、2凸すると爆発の継続時間、効果時間が4秒間延長されますし、貫突するとさっき言ったね、物理耐性ダウンが手に入ります。それと補足すると、通常攻撃倍率も高め、かつスキルもね、アタッカーとして扱いやすくなっていますから、まあ、アタッカー性能も結構高いキャラです。それでは星5キャラクターエウルアーですね。詳しい解説はこの前アルベドとエウルアーのものを挙げさせてもらったんですが、ここでさっくり説明していきます。星5唯一の純粋物理アタッカーになっていますね。両手剣による高倍率の通常攻撃だけでも強力なんですが、スキル長押し、そして元素爆発によって物理ダメージを出せるというレアなキャラクターです。
で、強みはやっぱり元素爆発の圧倒的火力、圧倒的単発火力ですね。爆発はちょっと80族、エネルギー必要量が多め、かつ下準備も必要、条件も必要というものになっているんですが、その代わりしっかりと使えれば全キャラ中最強の単発火力を出せます。無凸かつ配布武器、単造武器とかでも優に、10万以上、15万以上とかのダメージを出せますね。で、エウラは凸効果が軒並み強いです。あんまり無駄な能力がないですね。1凸、2凸、4凸、6凸全部強いんですが、まあ、裏を返すと凸依存度が結構高いとも言えますね。もちろん無凸でも十分強いです。僕も無凸で使っていますが、全然強いと思うんですけど、まあ、凸できる人の方がおすすめ度は高いという感じですね。もう一人の星5キャラはアルベドです。まあやっぱり元素スキルが優秀、魅力ですよね。スキルをもうポンと配置するだけで勝手に強力な追撃が発動しますから、あとはキャラチェンして、メインキャラで殴るだけで OK です。で、単体で完結している性能ですし、岩元素ですから誰と組んでも OK ですね。組む相手を選びません。なんかもうちょっとメインアタッカーの火力上げたいなー、でパーティーの枠も結構空いてるなっていう場合にはおすすめのキャラクターです。そして無課金、美課金にも優しいコスパの良さ。こんなに課金必要ないキャラいませんね。無凸で完成されている性能ですから、凸依存度非常に低いですし、武器も星3武器、黎明の神剣だったり、また新しいね、配布武器、シナバースピンドルでしたっけ、まあ、あの武器も、今日ね、情報公開されましたが、非常に相性いい武器になっていますので、武器も星5が必要ないお手軽なキャラですね。で、また岩パーティーで使うことで特に優秀なキャラでもあります。岩パーティーの要と言ってもいいですね。アルベドのスキルを置いておくだけで岩の粒子がポンポン生まれてきますから、岩キャラの元素爆発を貯めやすくなるっていう点でも優秀です。まあ、さらに岩アタッカープラスアルベドっていう風に編成すると、岩共鳴が発動し、よりアルベド、さらにアタッカーのダメージが出しやすくなります。特に次回ピックアップされる星4キャラノエルとの組み合わせは有名ですね。では武器ガチャ見ていきましょう。まず総合的なおすすめ度、ざっくり言ってしまうと5点満点中2点となっています。ただカズハを所持している場合、倉庫なる自由への誓いは神武器になりますし、エウラを持っている場合、昇陽響く頃が、優秀になりますね。エウラはカズハを所持していればおすすめ度はアップします。では星5武器2種類を簡単に解説します。まずは倉庫なる自由への誓い、非常に優秀なサポート片手剣ですね。ただ現状では使い手がかなり限られていまして、ほぼカズハ専用という状態です。カズハを持っている、あるいは今後カズハが復刻されたら引くっていう場合のみおすすめになります。その他にも風主人公やアルベドとの相性もいいんですが、ただアルベドは強力な武器がもう配布決まっていますので、アルベド用として引く価値は低いです。では2本目、勝因の響く頃、ですね。レベル90時点で全武器中最高の基礎攻撃力を誇る両手剣になります。物理ダメージバフを持っていますから、エウラーやレザーといった物理アタッカーにおすすめです。ただしエウラーはマトラや天空の号を持たしても強いですから、まあそれらの星5武器をすでに持っているということであればおすすめ度が下がります。で、この武器チーム全体を強化する効果になっていますから、まあアタッカーではなくてもね、サポーターに持たせるというのもありです。はい、そんな感じで、まあ星5武器は持ってるキャラによってかなり評価左右されますね。まあカズハ持ってない場合は今回のガチャあんまりおすすめではありません。で、星4武器の方は、まあ、かなり微妙なラインナップですね。特に、今やっているガチャ、バージョン 2.2 後半のガチャと比べるとかなり見劣りしてしまいます。個人的には今回のガチャはスルーして、またね、いいガチャのタイミング、今みたいな神ガチャのタイミングで引くっていうのがおすすめです。あと、毎回言ってますが、星5ピックアップどっちか片方でもいらないっていう場合は、もう本当に武器ガチャおすすめしません。やっぱ外れてしまった場合のね、ダメージがあまりにもでかいですから、星5武器が両方とも欲しいというタイミングだけ引いていきましょう。はい、というわけで今回の動画ご視聴ありがとうございました。いや、星4ラインナップも結構いいですね。悩みますね、これ。特にね、エウルアとロサリアが相性良かったり、アルベドとノエルが相性良かったりして、まあ、どっちのガチャにも対応するような、星4キャラの選出になっていました。星5キャラについてもっと詳しく知りたいという方は、また数日後にアルベド、エウルア単体の解説動画、育成動画上げさせてもらいますので、そちらも見て判断してもらえると嬉しいです。また数日前にね、エウル、アルベドどっちがいいかっていう動画も上げていますので、そこもね、見てもらえるとよりわかりやすいと思います。それでは今回の動画は以上になります。皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。